柴良太郎坂の上の雲第四巻釈迦2敵の南下が止まっているということは奥軍の左翼にあって防御と偵察活動を続けている秋山喜平旅団長からも情報が入った敵の第一線は皇太人参 庫、反境補の線にまで進出し、その後停止しあり。というのが総司令部において総合した敵情であった。しかも敵はその停止線において陣地工事を始めているという。どういう意味かと、児玉は敵の意図を測りかねた。敵があのままの勢いで津波のように押し寄せてくるならば、この時 公衆いずれを取るかで迷っていた日本軍は、おそらくその防御線を寸断されてしまったかもわからない。日本軍の負け戦になることは紛れもなかった。思い合わせると、大山岩尾は幕僚を率いて日本を立つとき、戦の指図はすべて小玉さんに任せます。ただ、負け戦になったときは、私が出て指揮を取るでしょう。といった有名な言葉がおそらく実現されたかもしれない。 勝ち戦はすべて児玉の仕事にしてしまうというのが、大山の将としての大きさであった。ただ、戦闘が三列になり、全戦線が敗色で崩れ立つとき、味方を大崩壊から何とか食い止める唯一の道は、総大将の器量にあることは、古今東西変わらない。それには、全軍からいわば、軍心のような辛抱を得ている人物であることが必要であった。それが、 山のように動かず、少子に前途の希望を持たせつつこぶし、あくまで沈着豪胆に適切な指揮機能を果たしていく人物が望ましい、大山はそれには自分の方が児玉より適材であることを知っていた。大山と児玉はそういうコンビであり、大山という人物は、勝っているときは私は必要がないと心からそう思っている人なのである。 大山は西郷隆盛の重体であり、近所で生まれて少年の頃からその影響を受け、青年期の幕末にあっては、常に西郷の身辺でその手足になって働いた。ショートは何かというモデルは大山には西郷以外になかった。ところで、敵城である。陣地構築を始めたのかということは、児玉にとって驚きであるとともに喜びであった。敵はすぐに は来ないと見たこのクロパトキンの不思議な行動についてはロシア軍付けのドイツ人艦船武官であるフォン・テフタフは後年なぜあのまま南下進撃しなかったかクロパトキンの意中は理解に苦しむと言ったそうだがクロパトキンにはそれなりの理由があった彼は東部兵団と西部兵団の両翼を持っていたが東部の方が日本軍を包囲するために迂回行動をとっており そのため予定戦場に現れることが遅れていた。西部兵団のみが進んでいた。その歩調を合わせるために西部兵団に陣地を作らせ待機させたのである。クロパトキンほどの作戦でも完全主義者特有の性癖を見せた。本来なら西部兵団をもって日本軍を進撃し突破し、その後方に出、しかる後に 東部兵団を動かして、攻撃に出るべきであったが、そういう作戦は、この秀才にとっては無謀の冒険に過ぎないようであった。この時期、小玉源太郎がいかに迷い、判断と決断能力を失ってしまっていたかということは、参謀たちの目に余るほどであったらしく、その前後のこの人とは別人のようだった、と後に言われた。彼が、羅大隊にある、 黒木軍司令部において各軍の参謀を招集した時も、黒木軍参謀の福田正太郎という中佐が、公正を主張する松川敏兼案に賛成し、なお決断しかねている大将小玉玄太郎に詰め寄り、各下何をご支案なさることがあるのです。今もし敵を我が陣地前に引きつけるという案、井口翔吾の防御案をお取りなさるとなれば、 我が第一軍、黒木軍は本稽湖の陣地を捨てるほかありません。その理由は黒木軍が横へ展開している陣地の形状は横一線ではなく、凸凹がありすぎ、それを一線に揃えるために、都市粒である本稽古陣地を敵に委ねて交代せねばならないということである。福田は黒木軍の参謀であるために、児玉のような全体への配慮よりも、 黒木軍の立場に敏感であった。が、福田の言うことは、それなりに筋が通っていた。敵に向かって突出している強力な陣地を、むざむざ捨てることは、作戦上の利益ではなく、全軍の指揮にも関わることであった。状況をすでに叱り、攻めるとすれば、今からでも攻めるべきであるのに、この時期になってなお、公私両案の間を動揺し続けておられるというのは、それでも、 国家存亡の退任を背負っておられる総参謀長ですか。像をみなぎらせ、激しく軟じたため、君近の小玉も向かっ腹を立て、おぬしゃ喧嘩を売る気か、と、陸軍大将らしくもなく、たかが中佐を相手に椅子を蹴って飛び上がったくらいであった。攻めることが可能なだけの軍隊と砲弾さえあれば、小玉はこれほど苦労はしない。その後、小玉はやっと決心し、 総軍は明日より攻勢に転じよう。そのことを今から総司令官閣下、大山に愚信すると言ったが、福田はさらに叫んだ。福田にすれば同じ構成に転ずるなら、なぜ明日にせねばならないのか。今から攻撃命令を出すべきではないかということであった。さあ、すぐ命令を出してください。と詰め寄った時の福田の結相は、 児玉の員で豪傑でなった少将福島康政、情報参謀が慌てて福田の袖をつかんで引き戻したほどであった。後で福島が福田のあの時の結晶というのはまかり間違えば軍刀を抜こうとするほどのものだったと語っている。が、小玉の決断はこの福田の血相のおかげでどうやらついたらしい。が、この場では、 なお命令を下そうとはしなかった。小玉が決断したのは、この日総司令部に戻ってからである。それでもなお小玉は、心理的にためらいを残していた証拠に、いつもならさっさと大山巌の部屋へ行って、こうしましょう、と、てきぱき言うはずのこの人物が、大山の部屋を訪ねなかったのである。小玉は軍人として大山を尊敬しきっていたし、 総司令官とはいかなるものであるかということも、小玉ほどよく知っていたものはない。その大山に補佐役である自分の心理的動揺のある表情を見せたくなかったのである。大山は総大将である以上、明教のように曇りのない心境で命令を下すべき立場にあった。小玉にすれば、自分がいかにためらおうとも、大山にはためらいの心理を起こさせてはならないと思った。 小玉が大山の部屋へ行かなかったのは、大山さんがこの俺の表情の奥を敏感に汲み取って俺に影響されはすまいか、と思ったからであった。補佐者の心理が首相に敏感に感染するということは、ごく普通の場合にも多い。まして、この命令を出すという一瞬に一刻の命運がかかっている。大山 揺らぐことなく断固たる態度でいさえすれば戦場の真理の不思議さで空中を電波が電波するように全軍の一つの心理に響くのである児玉が自分で行かずに参謀の松川敏兼大佐を自室に呼んで彼に行かせようとしたのはその配慮によるものであった先人の井口翔吾少将を呼ばず大佐である松川を呼んだのは 松川が積極構成論者であったからであった。松川の気迫が大山に感染することを小玉は望んだ。松川が来た。小玉は座っている。小玉は卓上に小紙片を置き、今から命令案を伝える。それを筆記し、総司令官閣下のご採決を受けよ、と言った。小玉は口実した。敵は今河の左岸に集結しつつあり。 とまず敵上を言い次に総司令官の決心を言った。我は敵の全く集合を終わらざる前、これを撃破せんとす。それが骨子である。この骨子に状況判断、その他を付け加えて総司令官のご認可を得よと児玉は命じた。松川はすぐ部屋に帰り、1時間半かかって命令案を作り、大山の部屋のドアをノックした。 中から悠長な返事が聞こえてきた。松川は部屋へ入り、大山の机の前まで進み寄って、その命令の寄贈書を差し出した。大山は一読し、さらに読み、やがて顔を上げて、小玉さん、ご承知ですかと聞いた。松川が返事をすると、大山はうなずき、やりましょうと、その寄贈書を松川に返した。命令が成立した。 命令とともに日本軍の全域にわたる活発な運動が始まった。日本軍の戦線は横に張って70キロ以上に及んでいる。攻勢に転ずるといっても敵より兵力が少ないため戦線に凹凸があってはその突部が敵に捕らえられて包囲されれば立ち,ち潰されてしまいその一箇所の崩れに敵の大軍が付け入ってくれば全軍が両断され 括弧に包囲されて殲滅される恐れがあった。凹凸のないように横一線に張って下押しに進むというのが小玉が許した松川敏汰案であった。しかし、戦場には山地も多く、満州としてはこの辺りの地形はやや複雑であり、しかもこれだけの大群の足並みを揃えさせて大王隊を組みつつ進むということが果たして可能であろうか。 というより、それを可能にしなければ、この構成作戦は負けるのである。防御案を取った井口翔吾が恐れたのもその点で、そんな曲芸のようなことができるものか、と井口は松川との論争中怒鳴ったことがある。小玉の不安もそれであった。小玉がこの作戦命令が出て、夜が明けたとき、 はるか東方の地平線から登ってくる太陽に向かって合唱し続けたというのもこの時であった。もはや神頼みしかないと小玉ほどに不信心な男が真剣に思った。が松川と下根は強気であった。この曲芸ができるために維新剣軍以来兵を練りに練ったのではないですか。と松川はあの時言った。 確かに、この当時の日本軍は、世界の専門家がそれを認めたように、訓練の、練度の高さという点では、指揮官も兵も世界でおそらく最高に優秀であったであろう。これを可能にするには、軍司令官、師団長、旅団長など将官の能力だけではどうにもならない。連隊長以下、実戦指揮官の能力と可視官兵の能力がよほど優れていなければならなかった。 結果としてはこの70キロ以上の大応隊の下押しの進撃運動がほぼうまくいったのであるこの戦線戦窃盗運動というのは実に困難であった運動はやかんに行われた凸部は後退しなければならずおつぶは前進しなければならなかったただ一点日本軍にとってあの陣地だけはと初めから憂慮されていた箇所があった ここにロシア軍が攻撃を仕掛けてくれば、最大の激痛を与えられるであろうという突出陣地であった。それは最も敵に向かって接近して位置している黒木軍の中でも飛び切り離れていた少将、梅沢道春、宮城県出身の旅団であった。この旅団は交尾の混成旅団で、兵も王将の老兵が多く、兵器も旧式であった。 それがしかもその陣地に移ったばかりで陣地構築も何もできていない。それを後方へ引き下げねばならないが、もしロシア軍がその交代に気づいて追尾してくればおそらく凄惨な戦いになるに違いなかった。ロシア軍の大きな圧力を一手に引き受ける羽目になった黒木軍の梅沢旅団というのは元来、あれは交尾だからということで、 最高司令部からも友軍からもやや警部の目で見られていた。兵は欧将兵で置いている。兵器も交尾療団だから旧式である。これを率いる旅団長の少々梅沢道春はすでに老人であった。その上、近衛旅団である。近衛の兵隊が弱いというのはこの当時常識になっていた。ロシアは、 本国からいよいよ息きのいい現役兵がやってくるというのに日本はだんだん老けてくるという心配が総司令部にあったが梅沢旅団などはその古ぼけた典型であろう旅団長梅沢道治は士官学校を出た軍人ではない彼は戊辰戦争生き残りの仙台藩士でしかも官軍にうして函館五稜郭へ行き榎本武明を将として戦った 俺は戊辰戦争の生き残りだというのが彼の自慢であった。彼がもし薩摩か長州に生まれていれば、少々止まりではなく、この時すでに黒木や野木らと肩を並べて軍司令官になっていたに違いない。この日露戦争における戊辰戦争の生き残りは、大山岩尾、小玉源太郎、黒木田部元、野津道貫で、以上は当時のいわゆる官軍に属し、 奥安方辰巳直文は俗軍に属していた以上は大正級でこれ以外には少々梅沢道治がいるだけであった梅沢という人物は戦の匂いがわかると言われていた実戦で叩き上げてきた男だけに勘が鋭くその勘によって刻々変化する敵の状況や敵の心理がよく分かった統率力という点でも名人に近い 彼は、交尾兵と言われて、友軍から馬鹿にされている、その旅団の一つに、自信と誇りを持たせようとした。当時、どうやら彼が作って、旅団内に流行らせたらしい佐野サ節がある。君水や花の梅沢旅団じゃないか。吉林ハルビンな何のその、飯も食わずに、ねえ佐野サ。というもので、現に梅沢に率いられているこの旅団の強さは、 決して現役兵部隊に、現役兵部隊に劣らなかった。話が少し前へ戻るが、9月17日に梅沢は最前線を視察するために出かけたことがある。梅沢は実戦の名人だけに、こういう場合、副官や電気を連れず、一人でのこのこ出かけていった。梅沢は右翼に張り出た保証船に立ち、 眼鏡で敵地を見ているとどうやら動きがある前進してくる乗馬部隊が散壊しておりその後ろから歩兵部隊が続いてきている梅沢はそばの保償に対しすぐこの敵場を後方に伝令するように命じたが保償も補償の任務を心得た兵で自分は保償だから自分の直属上官の命令でない限りこの場所から動くわけにいかないと断った 梅沢はその言い草を喜び彼が保証になりその後方へ走らせたこの機敏な処置でこの旅団は敵の機栓を制することができたともあれ梅沢旅団は最も敵に対して接近していた総司令部は黒木軍に命じこれを本稽古の線まで後退させようとした梅沢旅団の辺りが日本軍の最弱点ではあるまいかと クロパトキンはすでに察していた。彼は梅沢旅団が一致している兵隊士本慶湖間の後方連絡船を断ち切り、これを包囲して日本軍の最右翼を壊滅させることに作戦の第一段階の主題を定めた。が、だ玉ら日本の作戦頭脳はこれを一番早く指して梅沢を交代させたのは良かったが、しかしこの敵前退却は極芸のように困難であった。 川を挟んで、下家リベルグの大軍が眼前にいる。戦には匂いがある。と、梅沢の口癖がこの時も出た。黒木軍の参謀が来て、退却時期についての相談を梅沢にしたのである。すぐ引こう。と梅沢は言った。若い参謀は、一日ぐらい敵の様子を見てから退却方法を決める方が安全ではあるまいか、というと、 戦には匂いがあるから、どう隠しても敵に分かってしまうものだ。風が持って行くのだ。一日待って敵にかがれてしまえば、敵が喜んで追撃してくる。これではどうにもならない。と梅沢は言う。退却中を追撃されれば、退敗するのが戦争の物理学と言っていい。梅沢としては、 敵にどうせ気づかれる以上、退却命令が出たこの木にさっと退却すれば、敵がより遅く気づいて被害が少ない。という、このあたりは生身で百戦を経てきたこの東北人の優れた知恵であった。7日、梅沢は夜を待ちすぐ退却運動に移った。それこそ風のように引き上げて本稽古の新人地に移った。厳密には本稽古を再右翼とし、 朝鮮領の南方高地に渡る兵領脈を新人地とした。ロシア軍は後で梅沢が消えたことを知ったが失望しなかった。梅沢の本稽古における新人地は防御工事も未完成で兵力も薄いこのあの辺りに大軍を投じて突破するに限るとクロパトキンは見た。これより20日ばかり前クロパトキンは日本軍最右翼の梅沢地体 兵隊士の状況を確認するために、レネン・カンプとサムソノフの両将軍に命じ、大規模な威力偵察隊を組織させ、梅沢を攻撃させた。その手応えを見るためであった。これが先に触れた梅沢の場合の9月17日の状況である。つまり梅沢は単身最前線の保証船に出て敵場を偵察した。 時刻は早朝から午前11時過ぎにかけてである。彼がその双眼鏡で発見した敵部隊というのは、この威力偵察隊の先鋒であった。彼が敵を見たのは午前11時半で、敵兵力は歩兵約2大隊、騎兵数中隊であった。その後続部隊たるや連綿として突きざる者のごとしとその報告文にある。彼は ただちにこの変化に応ずる処置を取った。この戊辰戦争生き残りの少将は敵を発見しても自分の家の庭先に犬が迷い込んだ程度の動揺も感じていない。彼が取った方針は全旅団が鳴りを潜めて敵の近接するのを待つということであった。彼の旅団は丘陵地帯にいる。敵に対して行動を取得しやすい。 彼はその配下の老兵部隊を隠密にしかも機敏に展開させた。後尾歩兵第四連隊を右翼とし、このへ後尾歩兵第二連隊の第一大隊を左翼として翼を広げたような形をとり、中央にこのへ後尾歩兵第一連隊を置いた。さらにこの旅団には、歩兵一個中隊が付属されている。これを三つに分け、各一個小隊、法二門、 を両翼と中央に分属させたロシア軍は自分たちの前進運動が敵に知られてしまっているのに気づかない。無論戦闘の常で、石膏ぐらいには発見されていることは覚悟したであろう。が日本軍の旅団長自らが石膏同然の行動をしてすぐさま戦闘配置を行ったとは無論知らない。敵が十分射程内に入るまで射撃するな。 と梅沢は全旅団に命じてある。全旅団はそれを守った。ロシア軍が日本砲兵の射程内に入ってきたのは正午頃からである。砲兵は待った。十分に待ち、しかも梅沢の指導の巧妙さは、これら両翼と中央の3カ所にいる砲兵をして一斉に火蓋を切らせたことである。ロシア軍の驚きは砲兵たちの肉眼で見えた。 護兵も急射撃を始めた。戦闘は3時間以上続きやがて午後3時45分大きな損害を受けてロシア軍は敗走した梅沢はすぐさま追撃を命じ日没まで戦いやがて陣地に引き上げさせた梅沢の方の損害は貸し官1名の負傷にとどまったがロシア軍は大損害を受けたが ロシア軍は損害を受けたと言っても別にこれによって全作戦に影響されるようなことはない。なぜなら目的が威力偵察にあったからである。彼らはこの小さな極右線に負けはしたがしかし梅沢の陣地は兵力も手薄で防御工事もほとんどできていないということを確認したことで十分収穫があった。 ロシア軍が大規模な攻撃を梅沢にかけてきたのはこの20日後である。10月18日の夜がようやく明ける頃、梅沢陣地の最右翼の本慶子守備隊の兵は前方の丘陵軍が黒くなるほどの大軍が動いているのを発見した。下ケリベルグ軍団の左重隊とレネンカンプ死体であった。それらが、 本稽古全面で大集結したのは正午過ぎである。この本稽古の最前線にいる日本軍は、わずか一個大隊であった。大洪水が押し寄せてくるのを、問いただ一枚で支えるようなものであり、退却しようとした。が、後方の梅沢旅団長は、この大隊を捨てておかなかった。応援部隊を急破させた。ここで大激戦が始まったが、何分小軍でしかも兵力は少ない。 いずれ全滅の品を見ることは明らかであった。黒木軍は梅沢旅団が全滅に瀕していることを知り思い切った救援策を取った。梅沢を全滅させれば全軍の危機であるということを黒木は知っていた。日本軍の防御線を長大な堤防とすれば梅沢旅団の部分が最も弱い。ここが決壊すればロシア軍は大洪水のように日本軍そのものを浸し尽くす。 とというのは自命のはことであった黒木は中将・井上光山口家の率いる第十二師団・小倉の全力をもって救援すべく命じた。第十二師団はすぐ運動に移ったが、その道路が途中、ロシア軍によって中断されていたため、それを排除するのに手間取った。この師団が梅沢の現場に駆けつけたのは夜の8時30分であった。 さらに黒木は彼に属している騎兵第二旅団に対し救援を命じた。が、この騎兵旅団は別方面の国家市というところで強大な敵の包囲を受けて苦戦中であったため身動きが取れなかった。黒木はさらに別方面の関連山というところにいる兵団の守備兵にまで本稽古へ行けという軍隊の常識を超えた命令まで出した。 このため、守備兵のいなくなった兵担部は、非戦闘員だけになり、兵素銃を持たない補助輸送までが慣れぬ手で銃を取って万一の警戒をした。ともあれ、10月9日においては、日本軍右翼である黒木軍は、梅沢旅団を中心として全く壊滅の危機に瀕した。満州軍総司令部にいる小玉玄太郎は、黒木軍を泣かせねば仕方がないと見た。 彼は大作戦案を立てた。というのは、敵の主力が右翼の黒木軍にのしかかってきている。この隙に日本軍の中央にいる野津軍と左翼の奥軍に明治一斉に前進運動を起こさせて、ロシア軍を包囲させようというものであった。クロパトキンにとって想像もできなかった作戦である。世界の戦術史も例の少ないことであろう。 日本軍はロシア軍より著しく兵力が少なかった。小兵力の軍が大軍を包囲しようというのは、地上の戦術学では無謀というほかない。この場合、苦戦中の右翼黒木軍を旋回軸とし、全軍を右へ大旋回させ、敵主力を産地に追い込み、日本軍得意の産地戦で撃滅しようとするものであった。 その前進運動を起こすべき野津軍も奥軍も正面に敵を持ち抗戦中であった。これを排除しなければ旋回運動ができない。その児玉の作戦を承知した野津津蔵は我が軍第四軍の全力をもって三回石山の敵軍を野襲したいということを大山児玉に許可を求めてきた。 軍という数個師団の野衆などというものも戦士にない。大山小玉はこれを許可した。野津軍は12日の夜、この大野衆を観光して、三回石山の敵を改装させ、さらに奥軍も同日、正面の全浪市外の敵軍を撃破して、以後軽快な運動に移った。秋山義古とその騎兵旅団は、 日本軍の最左翼に位置して運動を続けている。死体という呼称で呼ばれていたのは、本来の騎兵旅団を根幹として、歩兵、砲兵、硬兵など他の兵士も付属せしめられ、混成旅団の姿を成していたからである。ついでながら、かつて彼が清国駐屯軍司令官であった頃、新国の実力者遠征外からひどく信頼されたが、この戦闘中、 園から人中見舞いとして酒が送られてきた。ブドウ酒、シャンペン、ウイスキー、ブランデーといったものを取り合わせ、4ダースもあった。安い品酒ばかりを飲んでいたヨシフルには何よりの贈り物であったが、しかし、戦場にあって部下を統率している場合、この類のものを独占できるような神経を持った指揮官は、この当時誰もいなかった。ヨシフルは、 それらのほんの少しを残して皆部下に分けてしまった。ヨシフルの死体は主力を持って国交大に進出し、絶えず捜索隊を北方に出していたが、11日頃から激戦期に入った。死体は絶えず優勢な敵に圧迫され、時に敵の得意の騎兵団が嵐のようにやってきては死体を潰そうとした。ヨシフルの戦術はこの嵐に耐えられるだけ耐えて、 それが吹き過ぎた後、尺取り虫のようにして次の拠点に移るという式であった。嵐に耐える方法は、騎兵たちに騎兵であることをやめさせるのである。馬を後方へやり、陣地を築いて射撃戦をする。その戦闘を共同兵種である歩兵と鋼兵、鋼兵が助けるという方式で、いわば陣地前進主義であった。これでなければ、 敵の優勢な騎兵には勝てないと吉古は考えていた。敵は人馬もに大きく、とても1対1では日本騎兵は勝てないのである。この吉古がやった戦法は、天正3年、1575年の昔、織田信長が長篠の合戦において武田の騎馬隊に対し取った戦法であり、さらに 人知全進主義という点ではヨシフルの必要が生んだものであるにせよヨーロッパ的な戦法であった例え話で言えば日露戦争における日本軍一般のやり方は上杉謙信の進撃猛攻主義に似ているロシア軍から言えば初めて経験する凄まじい敵の猛攻に驚きしばしば日本軍に地を譲ったがヨシフルの死体だけは他の日本軍と違っていた さらに、ロシア騎兵団の方が逆に侵撃、侵襲主義、騎兵として当然だが、であった。それを、ヨシフルは人地防御方式で耐えた。日本の各級指揮官の中で、秋山さんほど苦労している人はない。というのは、後にヨシフルの元からチョークしてロシア軍の後方混乱をやった、いわゆる長沼挺身隊の長沼秀文中佐が、 常に繰り返し言っていたところであったヨシフルは劣弱な日本騎兵を率いて三端たる苦労をした。襲われれば耐えるというヨシフルの戦法はヨシフル個人の軍人における佇まいにもよく出ている。ヨシフルがヨーロッパで学んだ騎兵というのは旅団長自ら軍刀をかざしその 機動力を持って敵を攻撃し、蹂林するという勇ましいものであった。が、それを一度でもやれば、体格や馬閣において劣る日本騎兵は、ただ一度の襲撃作戦で消滅するであろう。日本騎兵は騎兵でありながら、絶えず穴を掘って小銃を置き、敵の馬を撃った。騎兵は百姓ではなく、漁師であるべきなのに、まるで百姓のように土地に執着した。 これ以外に対抗する道はないと考えているヨシフルはいつもその旅団本部の民屋で地図を眺めては作戦を練っている彼は敵襲があると常に拳銃を机の上に置きその紐を首にかけていた彼の戦法は完結的に吹きすさんでくる敵襲という大嵐に耐えその吹き止む時に前進するという方法であるためどんなことがあっても 一歩も司令部を引き下げないということが必要であった。首からかけた拳銃はもし敵の騎兵が彼の本部にまでなだれ込んできた時自殺するためのものであった。いつも酒を飲み考え込んでいる。ある時義古に報告することがあってやってきた騎兵第八連隊長長沼秀文中佐はちょうど日が暮れ本部の義古の部屋も真っ暗であることに気づき。 親ご不在かと思って内部へ目を凝らすと、ヨシフルは一人椅子に持たれて陳視している。時に赤、青、赤の鉛筆を取り上げて何事かを記入しているが、また捨てて考え込んでいる。あの暗さでよく地図が見えることだ。と、長沼は驚いてしまった。それよりもヨシフルの身辺の世話をすべき副官がランプに火も入れないことに腹が立った。 中谷と長沼は義シの復官を呼び日ぐらいつけてあげたらどうだと注意した中谷は自分の不注意を浴びたがしかし義シにはそういうところがあって人が世話をしてやるにもやりようがないといったところがある彼は酒の入った水筒を傍らに置き時々茶碗に継ぎ足し魚も漬物漬物程度でいいあとは 地図一枚があれば戦争ができるらしいのである。彼は陸軍大学校を出ているせいもあって参謀の必要がなかった。それに日本騎兵そのものを作り上げたのは彼であるため、その特性や長所、短所、さらには彼の配下の将校や可視官の能力や性質を知り抜いており、さらにヨーロッパ留学が長かったため、西洋人が西洋馬に乗るときの運動の速度なども 細かく知っているまた日露戦争が始まる前にロシアの極東軍の大演習を見学してリネウィッチ大将をはじめ何人かの将官たちまた多くの敵の騎兵将校を知っているヨシフルにとっては彼に相談するといった相手は必要もないのであるそのためつい副官がヨシフルへの注意を怠ってしまう釈迦戦は典型的な海戦であろう ロシア軍は南下運動をしている。日本軍はそれを防御せず攻撃に出、全戦線にわたって北上運動を開始した。双方とも予期しての大衝突であるため、その激突の凄まじさは言語に絶するものがあった。が、同時に日本軍にとってわずかに幸いであったのは、これが純粋の回線であることだった。今まで日本は 強固な野戦陣地を構えるロシア軍に対し多大の出血を顧みずに攻撃し地を奪ってきた。金州、南山、領洋は厳密に言えば野外決戦というよりも陣地攻撃戦であった。その点今度の釈迦戦はロシア軍が方天の陣地を置き捨てて南下してきている。運動中の大軍を撃つのである。この点砲弾不足の日本軍にとってはありがたかった。 ただ困難なのは敵の兵力が大きすぎることであった。ともすれば日本軍は局地局地において包囲されそうになった。一部隊といえども包囲されてはならないというところにこの作戦運動の難しさがあった。一部分でも包囲されれば全軍が崩壊する。包囲されんためには翼をいっぱいに広げて下押しに押して行き敵が突出してくれば。 左右連携を保って逆包囲して撃退していかねばならない。全軍の運動を指揮する総司令部の苦心はここにあった。日本軍はその得意とする野襲を繰り返すことによって優位に立とうとした。が、ロシア軍の方でもそれを許さず、しばしば撃退したばかりか、逆に日本軍を野襲してきた。日本軍の騎兵は2個旅団活躍している。その1つは、 秋山義生の旅団で日本軍の再左翼を守り、今一つは日本軍の最右翼を守っていた。両端を騎兵が守るというのは、敵の誇る小作騎兵の大集団が絶えず運動し、絶えず日本軍の両翼を攻撃してかかろうという戦術本能を持っていたからであった。最右翼の騎兵旅団は宮様旅団と言われていた。 官員の宮、今年と親王が旅団長として指揮していた。この人は、明治14年、陸軍幼年学校を出てからは、フランスで士官教育と騎兵教育を受けた。サンシール士官学校、ソミュール騎兵学校を出て、さらに参謀学校を出た。晩年、元帥になり、陸軍の諸養殖を歴任した頃は、全くの飾り物でさほどの能力のある様子もうかがえなかったが、 この日露戦争の釈迦戦における彼の功績は大きい。彼が率いる騎兵第2旅団は、吉古の騎兵第1旅団よりもずっと遅れて動員された。満州にやってきたのは療養開戦の後であった。宮様を戦死させてはまずい。ということで、彼は総司令部付けに転属する命令が出ていたのだが、その時釈迦戦が開始されたため、 彼はそのまま旅団を率いて戦場に出た。会員の宮騎兵旅団は日本軍の右翼である黒木軍の側面を援護することになっていた。その黒木軍に対し、ロシア軍主力の大重圧がかかってきたのである。黒木軍の中でも特に小倉の第十二師団にかかり、その第十二師団の中でも、 本慶湖東方の高地にいた島村旅団に最も大きな兵力が攻撃してきた。ロシア軍はほぼ3倍の兵力であり、火力においては比較にならぬほどの砲兵力を持っていた。このため、島村旅団はほとんど全滅の危機に瀕した。黒木軍の参謀長、藤井茂太は金金同期生の秋山義古から、騎兵というのは 凡庸な傭兵家の手にかかっては人形と同様である。優れた傭兵家を得て、初めてその奇襲が成立し、戦況を回転せしめる奇跡を生むものだ。ということを聞かされていた。藤井の手元に、官員の宮、騎兵旅団があった。今こそ使うべきではないか、と藤井は思い、すぐそれを奇襲部隊として使用すべく発信せしめた。運悪く、この騎兵旅団は、 騎兵としての通常の任務である捜索に任じていて、多くの隊をそのために分散させていた。すぐ集結しようとしたが、とりあえずその傘下の騎兵第15連隊と機関砲隊を先発させ、旅団主力がそれに後続した。途中、ことごとく産地で、後軍は困難を極めた。ようやく大使館南岸の共闘に達すると、そこには敵がいない。さらに、 本慶湖方面に向かったが、途中、ことごとく、謙遜な産地で、皇軍はいよいよ難重した。ついでながら、騎兵旅団に機関銃を持たせるということは、日本の騎兵作りをした秋山義古がやかましく上進していたため、この旅団もそれを持っていた。ロシア軍が旅順要塞で、その新兵器を豊富に備えていて、大量の日本歩兵が犠牲になったが、日本軍の中では、 騎兵のみがこれを持っていた。ヨシフルはこれを車載して馬で引っ張るようにしていたが、官員のみや騎兵旅団はその戦場が産地であるため、車載ではとても狭い山路を引っ張って行けないと見、急にその構造を変え、分解して馬の背に乗せるよう、打載機関銃にし、さらにこれを用いる場合には三脚で地上に安定させるよう改造した。これが、 大きなな効果を生むことになった彼らが難獣の末大使館南岸の平長山の北麓に進出した時孤立無縁の島村旅団はほとんど全滅しようとしていた直ちに旅団は展開しロシア軍の早速に出て猛烈な機関銃火を浴びせたロシア軍はこの野外戦に機関銃を携行していなかった 新兵器の効力は嘘のような簡単さで、敵の大軍を大混乱に陥れ、まずロシア軍歩兵約2個大隊を東方に回送させ、さらに大使館南岸にまで出ていた敵の騎兵7個中隊、歩兵2個大隊を回送させた。戦闘わずか1時間ほどの間のことである。会員の宮騎兵旅団の機関銃はさらに進出して、 本慶古東方を攻撃中の東部シベリア狙撃兵第三師団の主力にも側面下を浴びせ動揺させ退却させたこの敵の東部戦線での動揺がロシア軍全体の動揺に大きく波及していったことは戦後に分かった釈迦戦はロシア軍が能動的に攻勢に出たという点で主導権を握っていた日本軍は やむなく受け身の姿勢から脱すべく攻勢に出たが、かといってその攻勢に大目的、例えばチョーク方点をつくといったようなものがあるわけではない。ロシア軍兵力は優勢で、彼らの攻勢活動は横いっぱいに展開した日本軍のあらゆる方面で活発であった。クロパトキンとしては日本軍のどの部分かをぶち破ればよかった。ぶち破ったその隙間から 一挙に日本軍の後方に出、大山の総司令部をひっくり返すという貫徹度の高い目的意識を彼の作戦は持っている。そのこと自体、クロパトギンが開戦以来初めて持ったものであった。しかも彼は豊かな補給を持ち、砲弾を惜しみなく使った。日本軍の野砲や三砲が一発撃つと、ロシア軍は十数発を撃ち返してくるという具合であった。ロシア軍の 全戦線にわたっての活発さは驚嘆すべきものがあるとロシア側についている従軍記者は報道したそれにロシア軍はすでに数字にわたる日本軍との戦いで日本軍の修正が分かってきたまず日本軍の得意芸である野州であったこれには最初は驚きすぐ退却したりすることもあったがこの釈迦戦の段階になると ロシア軍の方から野襲を仕掛けてくることもしばしばで、さらには日本軍の野襲を警戒するために、夜間も砲の射撃を続けた。次いで日本軍が得意とする白兵戦にもロシア軍は慣れてきた。最初はこの日本軍の抜刀と銃剣による突撃には、ロシア軍も驚いたようであったが、釈迦戦では陣地に殺到する日本軍を迎えて、 ロシア兵は果敢に戦った。逆に日本軍陣地に白兵突撃をしてくることもある。とにかくロシア軍の兵力は日本軍に対して2倍以上ある。日本軍は至るところで参列な戦いをし、苦戦というようなものではなく、敗北をかろうじてつま先で支えているという具合で、釈迦戦の初段階では、初段階では日本軍危うしという報道が、 外国記者の手で発せられた神は我らを庇護したもう勝利はまさに疑いあるなしと作戦開始にあたってクロパトキンが全軍に宣言したところの気迫は一帯一平の端々にまでみなぎっているようであった12日大イレイという敵の主攻撃点において日露両軍の間に参列な白兵戦が繰り返され この時ロシア軍は約三個連隊を持って白兵突撃してきた。日本はわずか一個連隊でこれを迎え、ほとんど全滅して山上の選挙地を奪われ、それを取り戻すべくさらに日本軍は白兵攻撃し、ようやく山上を回復したが、この時敵の行き死体の中に東部兵団司令官、下ケリベルグ中将の幕僚で、ペクータ、 という参謀中中佐のの体があった。その海中から命令書が出てきた。命令というのは市中将が帰化の三謀軍団と混成乗馬歩兵旅団及びレネンカンプ死体に授けたもので左翼軍は本慶湖方面の日本軍を駆逐し両洋東北から大山元帥の主力を攻撃すべしとあった釈迦戦においてロシア軍はその本来の強さを見せた。 ロシアが農村から借り出したその可視観と兵卒は命令に対して忠実であり特に陣地戦になると独特の粘着力を発揮したが保証とか石膏とかいったような任務になると日本軍の可視観兵の方が数頭勝っているように思われた機敏に状況の変化を察しさらにそれを確認し 時に全体の状況からその変化についての解釈を下したりする点は日本兵の方が優れているであろうさらに兵としての連度の点でも日本兵が勝っていた特に分隊や小隊の戦闘のうまさはロシア兵のそれよりだいぶ優越していた中級・下級の将校の質は日本軍の将校の方がだいぶ優れているようであった単に勇敢であるだけでなく特に 自軍の全体の状況のの中で自体の戦術的位置がどういうものであるかをよく知って時には全体のために自発的に犠牲になるといった能力と精神の持ち主がロシア軍将校よりも数が多いようであった。仙台の第二師団黒木軍に仁平千順という少佐がいた歩兵第16連隊柴田。 に属する第10月13日における黒木軍の2つの師団は東西にうねる丘陵脈の南麓に張り付いて山頂のロシア軍と対峙していたロシア軍は丘陵脈の峰ごとに陣地を築き黒木軍を撃ち下ろしている黒木軍にすればどの一方でも取ればその戦果を拡大することによってこの方面の ロシア軍の前線を崩すことができると判断し、この日早朝から近衛師団と第二師団に攻撃を命じた。が、攻撃はことごとく失敗し、損害は増えるばかりであった。二兵大隊は、この丘陵脈の一つの洋上最高地の南麓にある天然の塹壕ともいうべき地撃の中に十二日から潜んでいた。地撃と言っても、 1000フィートの台上にあり、夜間の換気は厳しく、しかもこの頃夜雨がしばしば降り、地劇の底は泥で、この大体は12日朝から13日午後、この地劇を飛び出すまで、日中夜というものは、この泥に浸されていた。しかも、古軍と言っていいのは、この間、弾薬も食料も補給されていない。日中夜 彼らは一睡もせず、一食も取っていなかった。休みもなく敵と死闘を続け、その挙げく全軍が山頂に向かって白兵突撃した。無論、将校以下ほとんどが死傷し、白兵戦で生き残った100名ほどが山頂を占領した。二兵はこの死の突撃にあたって、彼の千数人の死卒にこう訓示している。先に療養船における 九連城の戦いで自分は多くの部下を失った。もうこれ以上殺すに忍びないが、しかし軍の作戦を容易ならしめるためには、この大隊を犠牲にせねばならない。私もここで死ぬつもりである。諸子も生きて帰ることを思うな。二兵は一卒を七に投ずるにあたって、兵卒に至るまで戦術上の意義を十分納得させる指揮法を取った。その上で、 彼らに死の覚悟をこ,うたこの大隊の視線が敵の大軍を退却させる端緒を作ったという点でその意義が大きい10月8日から始まった釈迦戦は13日になっても勝敗の形が鮮明でないこの日吉古の秋山騎兵旅団は相変わらず日本軍の最左翼にあり金河という川の東岸に沿って前進していたところが 東大寺という村を過ぎた頃、前方に強大なコサック騎兵の大集団が現れた。兵力は2個旅団で、ヨシフルの兵力のほとんど倍である。なるほど見事なものだ。とヨシフルが感心したのは敵の乗馬戦闘ぶりである。彼らは一斉に展開し、その前例は馬上小銃を操作した。その前列は馬上小銃を操作した。記者、 というのは、よほどの訓練がなければ有効なものではないが、彼らはそれを軽々とやった。前列は汽車をしつつ前進し、後列は突撃部隊として長層を構えて進んでくる。これが騎兵だ。と、ヨシフルは敵のその戦闘行進ぶりに見とれる思いであった。ヨシフルはすぐ必要な処置を取った。彼はどういう場合でも狼狽したことのない男であった。 ロ狽バイする必要がなかったのは、彼が手作りで作り上げたその騎兵旅団は、騎兵としてはコサックよりも劣弱ながら、それに対抗できるだけの十分な体型装備、戦術を持っていたからである。そのヨシフルの部隊の動きをコサックから見れば、日本の騎兵は妙なことをしやがると思ったであろう。戦闘開始とともに騎兵は一斉に馬から降りて、 騎兵でで亡くなるのであるのあ副赦を取り歩兵になったしかもヨシフルは騎兵というものが宿命的に防御力が弱いため常に歩兵部隊を軍から借りていたそれを展開させたさらにコサックを打ち砕くにはこれだけでは足りない歩兵部隊も借りているその歩兵がすぐさま運動を開始して後方で法列を敷いた 砲弾をコサックの頭上で炸裂させることによって、その集団をかき乱すつもりであった。これら三種類の兵種がまるで一つの機械のように作動しているのが秋山主体であると言われていた。これならいかにコサックが世界最強の騎兵であってもどうにもならんであろう。しかも敵のコサックには、 乗馬突撃だけが一つの芸のようなところがありその一つ戦方でこの時も果敢に攻めてきた何度もピストン攻撃をかけてきたがその都度ヨシュフルが考案した防御射撃主義の前に敗れ生き死体を残して敗退した戦闘は午前10時に始まり昼過ぎに終わったコサックは生き死体を残さないというのが条例で 配送しつつも馬上から手を伸ばして回収したが、回収しきれなかったものだけで50余体あった。他に兵器の域が多く、機銃と長装を合わせて500丁ほどもあった。ヨシフルの側の損害は極めて少なく、死傷24人に過ぎない。釈迦船には両軍の上に奇跡はなかった。少数の軍隊が、 少数側の許されたカードである奇襲という手を行いにくい戦場地形の中で、2倍の敵と正面切って回戦し、しかも平押しに押し抜いてついに勝ったという点で、世界戦士にも稀な洗礼であった。悪戦苦闘の後、日本軍はその記録を作った。10月8日から始まった戦闘は、後で振り返ってみれば13日で峠を越している。最も 峠を越したという実感が日本軍には起こらなかったほどにロシア軍の応酬はこの日も激しかった。現に峠をとっくに過ぎた16日に日本軍の突出陣地の一部がロシア軍に通撃され大敗退している。ロシア戦士に「万宝山の理想的戦勝」と書かれているのがそれであった。この万宝山に進出していたのは山田・ホエ という少々を蝶とする主体で、兵力は歩兵2個連隊に、野砲2個中隊、三砲1個大隊という戦闘隊員としてはごく小さいものであった。それが日露戦争を通じて日本軍が演じた最も無様な敗退を遂げた。例えば、歩兵が逃げるとき、必ず法を引いて逃げるのが条例であり、もしその余裕がなければ、敵に取られても、 使い物にならぬよう、兵先を外して置き捨てねばならない。ところがこの場合、十数門の砲をそのままにして逃げた。この戦役を通じて唯一の例になった。しかも、この戦闘に参加した幹部は、山田少将をはじめ、二人の連隊長とも評判の優勝であった。連隊は、広島の歩兵第41連隊と、福知山の交尾歩兵第20連隊である。 両連隊とも、両用正面攻撃に参加して、有名を轟かした連隊で、要するに、章も一つも悪くはなかった。ただ、戦場につきものの運の悪さというものであった。山田少将は、自分の死体が全日本軍の展開戦から突出しすぎてしまったことに危険を感じ、16日の夜、陣地を後方に下げようとした。その退却中に、 ロシア軍の大軍が巧みに追尾し、しかも日本軍の混乱中、別なロシア軍が出現して大撃したのである。ロシア軍は3倍以上の兵力を用いているが、戦術上の理想的戦争であることは間違いない。日本軍は退却中の腰を押されたということで、乗ッけから弱かった。その退却の仕方は戦術教科書通りであった。まず退却は 後方の三方隊から始め、野砲がこれに次ぎ、竹下平作中佐の交尾歩兵第20連隊がさらにそれに続き、最後の伝軍を引き受けたのが現役兵で成立している鵜澤総,総司中佐の歩兵第41連隊という点では少しの誤りもない。ただ、ロシア軍の追撃が見事すぎた。 4個連隊がまず宇沢を叩き、1個連隊が宇沢の背後を回って山田主体の主力を遮断し、さらにもう1個連隊が日本砲兵と市長部隊を襲撃した。まるで袋叩きであった。山田主体は寸断され、暗闇、凄惨な戦いになった。ロシア兵の襲撃は残忍を極め、武器を持たない市中輸送や、 負傷兵をことごとく視察、撲殺した。虐殺と言ってよかった。要するに、釈迦戦というのは妙な海戦であった。終わりというものがなかった。が、どうやらこの10月13日という日が釈迦戦の峠であったことは間違いなさそうである。13日は日本軍が総前進を開始して4日目であった。この間 クロパトキンの頭脳は多忙を極めた彼の不幸は頭脳の回転速度が常任より速すぎることであった。どの方面が今危機にあるかということに常に判断上の心理が傾いた。どの方向で敵が圧迫されているかというよりも味方の危険に対して過敏すぎる男であり。 彼が持っているせっかくの頭脳も局面への冷静な判断のためにはあまり働かず、彼のそういう心理的通点のみをめぐって働いた。作戦とか統水とかいうのは結局の問題ではなく、軍将の性格や心理の問題なのであろう。ロシア人は元来が鈍重な民族とされている。常に西欧の人々からそう言われ、 ロシア人自身もそのことに劣等感を持っていた。が、クロパトキンは、その名敏さと機敏さという点において、およそロシア人離れがしていた。ロシア人離れした男ということが、開戦前までのロシア宮廷や軍部における彼の名声のもとになっていた。クロパトキンは、ロシア切手の名称であるということは、ロシア人の誰もが疑わなかった。要するに、 彼の名声は、ロシア人の劣等感の裏返しの作用として成立していたものであった。この13日、彼は退却を決意した。釈迦戦を発動する直前、勝利疑いなしと全軍に布告したこの男がである。しかも、その布告文には、兵力において十分である。かといって、それに安心してはいけない。 上下ともに、いかなる犠牲をも顧みず、終局の勝利を得る大決心がなければならない、という意味のことが書かれていた。その犠牲というものに、最も過敏な反応を示したのは、彼の少子ではなく、彼自身であったことは、皮肉であった。彼が退却を決意したのは、12日夜の奥軍の行動によってである。奥軍の左翼は、秋山騎兵旅団であった。クロパトキンは、 自分の西部兵団の左翼が奥軍によって包囲されたことを知った。西部兵団のビリデルリング兵団長は、シベリア第6軍団長、ゾー・ボレフ大将に遠平王コータが入れられなかったために退却した。このため、ロシア軍は西部戦線と東部戦線の間に大きな穴ができた。その穴へ黒木軍主力が入ってきて分断する勢いを示した。これは非常事態である。 と、クロパトキンは机を叩いて叫んだというが当の黒木軍や奥軍はそれほど頭脳的な作戦行動をしていたわけでなくただ無我夢中に攻め立てていたにすぎないクロパトキンは常に混乱した戦線の中で自らの負けを自ら早期認定する人物であった退却といってもロシア軍はわずかに北を日本軍に譲ったにすぎない 彼らがなお世界最強の陸軍である名誉を保持したのは釈迦を渡って逃げずその南岸でとどまっていることであった孫子の言う排水の陣でありよほどの自信がない限りこういう不陣はできないそれにしてもロシア軍を釈迦まで追い詰めた13日の日本軍の総前進というのはすさまじいものであったこの夜全日本軍は眠っていない不眠の攻撃を続けた 日本軍の連続せる野衆が我々を疲れさせたとロシア軍の記録にある。一回きりの野衆ではなく、野衆に次ぐ野衆をもってした。秋山義文の所属する奥軍は、この13日夜、大いに前進した。無論、一平に至るまで眠っていない。ロシア軍も不眠の状態に置かれた。当然、こういう場合、その欲張の攻撃は緩むものであったが、 日本軍のおかしさは、その翌14日も創業から引き続き猛攻を続けたことである。日本軍には豊富な予備軍があると、当然ながらクロパトキンは判断した。軍隊の常識として、鉄掌前進を続けた場合、その翌日の攻撃は、新手の部隊が入れ替わるはずであった。日本軍は、その豊富な予備軍を投入して、前線の 疲労兵と、交代させているとクロパトキンが考えたのも無理はない。が、事実は違っていた。前夜不眠の兵が、引き続き14日も操業から前進を躍進しつつあった。予備軍というのは、作戦には必須のもので、将棋で言えば持ち駒であった。いつでも作戦上の大要請がある場合、そこへ必要な兵力を大量投入するというのが、 予備軍の公用である。大山、小玉がそれを豊富に握っているとクロパトキンは見たが、しかし実際には大山、小玉は一平の予備軍も持っていなかった。持ち駒なしであった。自然、盤上に並んでいる駒だけで進退しなければならない。運動中の駒はすでに疲労しきっていた。しかし、交代兵がないという現実ではどうしようもない。奥軍の第三師団 名古屋の一部である高島大隊のごときはついに釈迦保の北端にまで前進し敵の砲14門弾,弾薬者数十両を分取ったただ進みすぎて孤軍の位置に陥ったこれに対するロシア軍の攻撃の凄まじさは言語に絶したその優勢な砲兵をもって三方から包囲し天地が避けるかと思われるほどに 火力を集中した。高島大隊は皆豪に潜り、この大砲火を避けた。辺りの民家はことごとく吹っ飛び、樹木という樹木は皆小杖も枝も払われて、黒焦げの杭のようになった。景色が一変した。砲火を浴びているのは、高島大隊だけでなく、付近にいたすべての日本軍が同じ運命になった。この日本軍を救ったのは、 14日夕刻4時頃から天が傾いたかと思われるほどの勢いで降り始めた豪雨である。このためロシア軍は目標を失い、放火を衰えさせた。不眠の日本軍はこの豪雨を幸い、豪雨内で多少の休養を取ることができた。自然現象の中で雨というものほど人生に食い入っているものはない。戦場においてもそうであった。 14日、夕刻から降り始めた豪雨は、兵を濡らし、砲を濡らし、夜に入るとまるで火を消すようにして、戦火を衰えさせたのである。疲労しきっている日本軍の場合、この豪雨の中をまさかロシア軍は攻めてくるまいということで、前夜来の不眠の疲れを豪内で回復させようとした。疲労はロシア軍にとっても同じである。その上、ロシア軍はこの海戦の後半、 受け身になったために陣形がジグザグになって乱れてしまっているその整頓が必要であったこの夜クロパトキンはその作業に取り掛かった整頓という作業は日本軍にとっても必要であった大山小玉の満州軍総司令部はこの豪雨の言う諸軍に命令を下し開戦直後の整頓を行い囲碁の前進に備えようという旨の命令を下した 前線の各軍参謀たちの中には、総司令部は戦を知っているのかと吠えるものもあった。今、ロシア軍が動揺しているのにつけ込み、追撃を行うべきであった。そういう評論は十分に成立した。しかし、評論に過ぎなかった。もしここに空想して、大山小玉に親衛の参考手段があり、さらに十分な砲弾もあるとすればどうであろう。 それをこの14日夜、前線に投入し、疲労しきった敵に猛攻を加えれば、ロシア軍を釈迦に追い詰め、その全軍を下中に追い落とすのは実にたやすい。おそらく、ロシア軍は壊滅的打撃を受けるであろう。壊滅的打撃といえば、日本陸軍はロシア軍に対し、開戦後一度もそれをやっていないのである。戦いの勝利は、 敵に壊滅的打撃を与えることなしに成立しない。釈迦に追い詰められたロシア軍は、まさに一月で壊滅する可能性があった。日本軍はそれができなかった。予備軍も砲弾もない。13日、14日の両日、大山岩尾は、知り大師という部落の一高地に登り戦況を見た。14日、夕刻、豪雨に濡れながら高地を降りてきて、小玉さん、 どうやら勝ちですなと小玉を振り返った。小玉も日本軍が勝ちの勢いを示していることはどうやら察することができた。が厳密な定義における勝利ではない。厳密な定義での勝利は金州、南山、療養以来一度もなかった。これが太刀打ちであるとすれば敵に向かって大きく踏み込んでは多少の敵図を追いつつ敵の肉を切った。が 敵は歩一歩退くのみで少しも衰えない。今度も十分に踏み込んだ。が敵を一刀両断してその生命を断つということには実に程遠く、敵はただ全身に敵図を追いつつ数歩下がっただけに過ぎない。それを大山はどうやら勝ちですなという表現を使わざるを得なかった。釈迦船の目的は防御のための構成であった。 敵はうまくくいてくれた。これで戦いの目的は達したということで満足せざるを得ないそろそろこの辺りで停止しますかと児玉は囁いた釈迦海戦における日本軍の損害死傷は2万497人に上った約2子師団がまるまる消滅した格好であるロシア軍の損害は凄まじい 日本軍のそれの数倍であった。戦場に遺きした死体だけで1万3,333 33体で、捕虜は709人である。全損害は6万人以上に上った。日本軍にすれば、ロシア軍の骨までは切れなかったが、肉は深く切った。ただし、ロシア軍はその豊富な補給力によって十分な回復力を持っていた。連日、急列車。 というシベリア鉄道がほどなくロシアの傷打ちを癒すに違いない。その点、日本軍は絶望に近い。雨が上がった16日もなお、各戦線において戦闘は続けられていたが、この頃、小玉玄太郎は大本営の山形有友に電報を打っている。今や敵はなお、今が北岸に停止し、回覧する大愚を整頓しつつあり。 その整頓を終わり、再び攻勢に転ずるのきとを有する者のごとしと敵情を述べ、この時期において、今一回打撃を与うるは、最も有利にして、かつ我が兵力式ともに目下優勢の位置にあり。確かに優勢であろう。敵に6万以上の損害を与えた直後だからである。しかれどもいかんせん。砲弾欠乏のため、これを実行するあさわず。 やむを得ず、釈迦の線に健康に陣地を構成し、ただ弾薬の補充を待つは実に遺憾に耐えず。これに対し、大本営の山形参謀総長は折り返し変電してきている。電報承知すというのは冒頭、以下交互訳砲弾の一時、種々方,方法を講じてはいる。例えば、製造力を増し、また、 外国に注文するなど全力を注いではいるが、ただいま直ちに豊かな補給をなすことができないのは潜在の園児である。果実、総理邸において私は軍のためにする補給品の調達には金銭を惜しんではならないということを主張したが、列席の閣僚は誰も反対しなかった。政府もそこまで理解を持っているのだが、何分、 今日に、にわかに補給能力を拡張することができないのが残念である。要するに、釈迦回戦は10月18日頃には一応の収束を見た。ロシア軍は釈迦の線から退き、戦力を回復するまでの時間を稼ぐため、陣地構築を始めた。日本軍も20日、満州総軍が全軍に対し、防御陣地を強固にすることを命じた。自然、 両軍がそれぞれ郷内から睨み合う形になった。以後、史上有名な釈迦の退陣が始まるわけだが、この時、猛攻主義の日本軍にすれば、本格的な野戦陣地が作られることになった。都市部では、敵に対しわずか数百メートルの距離を置いて、塹壕が掘られた。やがて数十キロに及ぶ、長大な塹壕船が出来上がり、 陣地と陣地の間には、縦王の連絡路が作られた。11月になると、満州はすでに冬の様相を示し始める。両軍とも投影せざるを得ない。投影が始まった。どうせ投影になるだろう。ということを、釈迦海戦にいち早く感じ取ったのは、後方で補給を担当している兵坦機関の方であった。彼らは、 本国から送られてくる砲弾や両末を集積しそれを前線へ送る仕事でこんなに砲弾がなくてはとても戦争はできないこの冬の間は陣地で潜りの穴潜りの状態になるだろうと見た前線よりもかえって後方補給基地にいる方が戦争の実装や成り行きが分かるものであった補給こそ戦争であるという思想は この方面で働いている連中の方に定着していた。例えば、平坦経理部長の赤尾聖木という人は、膨大な木炭がいると気づき、多数の商人を集めて、満州各地から木炭を集めたり、あるいは七霊市付近の山林を伐採してこれを製造した。霊下何十度というような極寒の野外で全日本軍が投影するとなれば、 木炭が頼りであった砲弾はなかったが木炭の集積だけは見事なほどにうまく行き300万金以上の大量の木炭が両用に集積された野外に積まれその高さは2畳を超え遠望するとそこに中国風の大城壁が出来上がったような景観を示したこのように後方は戦いの見通しに明るかったが 前線の参謀や指揮官たちは、目前の現象にとらわれるために、投影という点では計画的でなかった。彼らは最初は舞台ごとに普通並みの三平号や遠方を掘った。しかし、11月になって、やっと戦いが持久戦になるかもしれないということで、号も冬ごもりが可能なように工夫される一方、 類や類といっったた。永久的なな工事も施されるようになった交通号や行動まで掘られるようになったのはだいぶ後でその頃には草は枯れ雪が凍り地下1メートルほど土が凍り打ち込む吊り橋を跳ね返すようになったやがて全軍が地下に潜った要するに釈迦線は砲弾不足のため中止せざるを得なくなった 山形有友はこの責任を責年の消極計画のためなどと漠然とした表現で言い逃れているが、要するに日本陸軍というものには補給関連が体質的欠陥として初めから欠落していた。例えば日本陸軍の常備兵は13個手段で、戦闘員20万、戦時に招集する交備兵を入れると30万である。 この動員計画は無論西洋の真似で参謀本部では平時といえども常に準備している。ところが戦時下において砲弾を生産するという面を全陸軍が忘れていた。同じ日本人でも海軍の方がそれを十分に準備し戦時,戦時生産力をたっぷり持っていたというのはどういうことであろう。驚くべきことに陸軍においては東京大阪の両 砲兵交渉の砲弾製造能力が両兵合わせても1日わずか300発でしかないということであった300発というのは砲兵1個中隊で迅速射すればわずか7分30秒で撃ち尽くすという程度の数量である嘘のような話だが日本陸軍というのは要するに そのような知能上の欠陥としか言いようのない体質を最初から持って生まれついていた。